谷さんです。谷さん、体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何もってな人です。僕にできることは大体誰にでもできる、そんなチャンネルです。しんどちょっとこのちょっと舗装路の峠を登ってきたんですけど、大体1キロちょいで平均斜度が平均勾配 8.5 ぐらいですかね。ここはめっちゃしんどいっすね。マウンテンバイク登り、うわー気持ちいいな。舗装路も気持ちいいな。おお。喋ったらあかん。これ口に虫が入る。オッケー、終わりかな。今日はねノープランなんですよね。ほんまはこの自転車買ったトレック、マーリンセブン買った、一条アルチメイト、アルチメイト一条さんに行く予定やったんですけど、いやちょっとしんどいな。暑いし、風がきつい。なんか食べに行こうかな、久々。登るのしんどい。電動買おうかな。電動の小径車買おうかな。マジで。プラプラしましょうか。
ていうか金あったっけな。あ、全然ないわ。電子マネーしかない。どうしよう。考えよう。行ってみよう。すげえ。どうなってんの。車は絶対通れへんな。行ってみようか。遅いなぁ。なんかめっちゃ煙たいぞ。炭火が出てる。こっから。あ、ご飯屋さんか。結構街並みが古い感じですね。新しい家もありますけど、半々って感じですね。ちょっとどいとこか。はい、どうぞ。ふう、町屋が結構あるっすね。え、そこ通れんの。すごっ。俺もそっち行こう。よいしょ。いいかなと思って。昔ながらって感じですね。町屋が。This is Japan ですよ。これが。まっすぐ。めっちゃ腹減った。今日はお散歩動画です。周りにセブンと。お、あれが路面電車ですね。京阪電車。よし、追いかけてみましょうか。
結局どうしようかな。速度高めで行くと小豆バーを食べながらカモメと遊ぶっていうのがいいかなと思います。あれ、カモメがいない。うるさいな。お、めっちゃ子供が来た。あずきバー食べづら。もちもち行こう。うわ、めっちゃ子供来た。ちっとこう。なんか幸せそうな感じですね。この芝生で休憩しますわ。ここやったら小豆バーもバレへんやろ。よし、あー、どこ座ろう。座りたくねー。あ、大丈夫や。めっちゃ集まってる子供ら。じゃあ小豆バー食べます。うん、見てるみたいな。
ゆったりした気持ちになるね。休日ライフをさようなら。